バッタモン会のコスプレメイクができるまでよいしょはい、バッタモン会です。小林博之です。ズブレン松井です。バッタモン山下です。お願いします。本体があった。よかった。2000万でした。この収録は池袋にありますウィッグショップメープルさんより公開収録でお送りしています。今日も来てくださってます。ありがとうございます。嬉しい。さあ今回は何のコスプレメイクをするんでしょうか。はい、怪獣セブンを怪獣セブン怪獣セブンを完成させるために、はい、アイナナ強化していきたいと思いますので、その中からアイドリッシュセブンの泉美月くんをやりたいと思います。 お兄弟の子ですね。はい、はい、というわけでコスプレメイクスタート。はい、じゃあコスプレメイク始めていきます。はい、カラコンはエティアのアンバー。アンバー、アンバー、アンバーですね。あ、そう、これがアンバー。あ、本当だ、アンバーだでしょ。あ、そうなんだ。目を見たら、あ、アンバーだなって思う。ネットかぶります。今日は眉毛はもうないですね。眉毛はもうないです。最近はないですね、大体。ないです。この中でのビールアイテープをお持ちのお客様あ、岩井さんが愛用してるアイテープがなんと今日珍しく玉切れの状態になってしまった、はい、つい残機がなくなったと。バスレッシュセブン、バスレッシュセブンはい、顔引っ張っていきます。お願いします。今回も100均のメイクでやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。これは100均でも買えるサージカルテープです。なんか今逃げ道にギュッてちょっとなんか言葉嘘はないけど本当のこと言ってない感じですか ね。 なんかねショートカットグッてした感じ。なんか100均でも買える、100均でも買えるサージカルテープです。サージカルテープは実際100均でも売ってますね。まあね。はい、顔を引っ張りました。はい、シュッとさせました。みんな顔ちっちゃいから ねのでベースメイクをしていきたいと思います。はい、はい、キャンドゥで買えるリキッドファンデーションです。最近ダイソーでもなんか新しい化粧品が結構いろいろ出てて、あ、でもね、これね、アットコスメ1位って書いてあって、すごくない。眉毛コーティングの、これね、人気だっていう話してますね。そう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 、確かにずっとあるもんね、実際ね。結構前からあるやつもね。割と高校ぐらいの時から使ってる。へー、ロングセラーです。割とね、結構ね、ずっとね、1位とかね、結構上位をさまよってるんですよ。まあでもたまに売り切れてる。まあ何ジャンルだか知らないんですけど、ね、なんかアットコスメ、アットコスメって聞くけどさ、どこだかわかんないけどさ、なんかホームページみたいなやつね。アットコスメっていうなんか化粧品の比較サイト、そうそうそう、使用感のレビューとか載ってる。なんかランキングあるよね。すごくない？1位。でもジャンルがすげえ細かく分かれてるんですよね。 DHC なんとか部門1位みたいなランキングが続々出てたりもあったけど、違う違う、ちょっと違う。優しい学校でしょ、優しいクラスのなんか違う違う、絶対1位になるやつでしょ。何でも1位作ってくれるやつ、ね、何作ってくるやつ、何でも1位の、違う違う違う。コンシーラー、こっちはダイソーですね。ダイソーのエヴァビレーナのコンシーラーでアラを隠していきます。はい、いまーす。エヴァビレーナです。腕に巻いてるのが地味に邪魔そうだなって、なんとなく。大丈夫、血は止まらないから。あ、そうね、それは素晴らしい。前回血が止まるというね、うっ血しながらやってましたね。命削るとはよく会社申してますけども、竜を封じ込めてましたから、右腕に。ビニールテープでね、そのリク君の時にビニールテープでやったらね、意外ときつくてね、ギチギチになっちゃったんだよ。ゆるくやったらよかったらいいってやってね。先生結構気にして、口を入れないなんかアスリートの人がさってやるみたいに、たまにあるのかなって。メイクしてながら腕振るっていう、だんだん右手ひんやりしてくる。危ない危ない危ない。頑張ってやってますか、命削りながら。川合さんは、川合さん今日も命を削るわけですね。今日そんなに削ってないのか、腕は。腕は削ってないよ。はい、コンシーラーを叩き込んで塗り込んだので、はい、最後こちらのキャンドゥのファンデーションで仕上げをします。はい、仕上げをします。仕上げ始まりますよ。広めなくていいですか。白くなります。白くなりますよ。広めなくていいよ。そんなね、そんな白くならないと思うでしょ。同じ言語で言うんだもんな。そうね、100均のね、そんな色も明るくないもんね、その状態だと。白い、まあそうですね、もっと外人みたいな反応してよ。なんでだろう。
小林の中になんか眠る外人の血を呼び起こして深夜の通販のじゃもしくは泣いて泣きながらしこいって言いながら泣くの小林さんってねすごい心がないんですよ、ね、感情に乏しい感情にすごく乏しい、うんはいはい、バイオレットエヴァーガーデンよりも感情が乏しい競り合ってるぐらいですね。だんだんあいつ成長していくじゃん、はいはい、俺から離れていく遠い存在になってだんだん離れていく成長して成長しろよ小林も置いてかないでよ白くなりました。白い、はい、アイメイクをしていきたいと思います。はい、とりあえずまるっと可愛い感じで、うん、そうですね帰っていきたいと思います。動画ですね。ダイソーのアイライナー、うん、こちらで書いていきます。割と二重のラインまで、うん、今がっつり引いてます。はい、うん、で下も3分の1ぐらいですかね。3分の1ぐらいまではちょっとしっかりめに引きました、はい、なるほど。こんな感じ。涙袋ペンですね、はい、こちら、はい、涙袋ペンはキャンドゥで買えます、うん、がっつりめに塗りました、うん、でこの下をダイソーのアイブロウペンシルですね、はいはい、ブラウン、ブラウン、はい、こちらで影をつけていきます。シャロイこう目をこういう感じにすると描きやすいです。描きやすい代償はありますけどね、なんか好感度とかね、うん、いやそれなかなか言ってくれないですよね。こうすると描きやすいですよ。確かに世のあの小切れな YouTuber どもはさ、ね、ずっとなんかドヤ顔のまんまさ化粧品を叩くじゃん、ね、トン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 トリズムできるかこれ対局にいる対局の影ながらこの顔やってるんですよ。女子は見えないところでね。はあ、小林さんもよろしい。やるやる、たまんねえな、うん、なんで小林のマスカラしてる時の顔とかきっとブスなんだぜ。なんで強め口開いちゃうんだぜ、自然と。でも口は開くよね。こんな感じです。すげえ浮き出てきてる。こうやって描くと描きやすいです。やだよ、少女だね。でもなんかさ、目の上と下が強くなったからさ、うん、ちょっとね、御堂筋君みたいになってるね、ちょっとね。いいね、いい、いい、背中、羽生えるとこ、羽もやなくやめない羽生えるとかやなくていいよ。コンビゲーだから、コンビゲーだからもう、仮想大賞でやってるから、たったの羽生えるとこでしょ。小林さんがさ、かくんだから、俺羽をやるっていう。たったの羽生えるの飛ぼうか、飛ぼうか、飛ぼうか、大好き。飛ぼうかって言われても飛べねえんだよな、こっちは。どうしました。何ですか。何急に。この後、アイテープを貼っていきたいと思います。はい、はい、が、アイテープはスレッシュセブンなので、スレッシュセブン今日は、キャンドゥの伸びるアイテープ、うん、あ、近い、そう、伸びるじゃないから伸びるアイテープ、伸び具合に差は多少あるかもしれない、試してみましょう、B の部分がどう効いてくるかね。もしかしたら思ったより使い心地よくて、これはこれでありだねの可能性もあります、ね、あるけど、ね、うん、でもあいつしか愛せねえからな、うん、メンヘラ女みたいなこと言わないでよ、うん、ちょっとね、伸びるのはちょっと長いんだよな、そもそもメンヘラ女って化粧品に関しては、化粧品とキンプリに関してはね、メンヘラ女のいただいちゃう、ね、ダメ女が出ちゃうの、川さんの中に救う、うん、やっぱちょっと違いますか。いけるよ、いける、いけるよ。なんか、なんで違うんだろうね。いけるよ、ね、くっつく強度が違うのかな。なんかね、なんか食い込み具合がね、そもそもちょっと短いような気がするんですよね、こっちの方が。やっぱね、伸びるアイテープだからね。そう、伸びる分、伸びる、伸びる分でしょ。伸びる、温かいみたいな。伸びるのが変わらないんだよ、ちょっと。あれって本当にそれ表してんだ。そう、それが伸びる分、ね、伸びる粘り気がね。なんかいつもこの辺まで、この辺まで行くのにね、行かないんですよ。あ、行ってほしいところがあるのね。あるんだよ。粘りが足りないよね。わからないね、我々には。もう、これにします。はい、いや、悪くないよね。うん、そう、そうだもん。これにします。いや、そうだもん、悪くはないよ。うん、本当はもう一枚重ねたかったんだけど、なるほど、もう重ねて長くするっていうのも、でもハゲちゃうから、もうちょっと食い込ませたかったんだよね。でも2枚やるとちょっとよれちゃいますよね、なんか、なんかうまくいかないので、これにします。はい、で、アイシャドウ、はい、こちらのキャンドゥで買えるやつですね、はいはい、この濃い茶色を、うん、真ん中のやつ、中身がちゃんとあるけど、ぼかしていきます。今シャドウでぼかしました、はい、反対の目やります。はい、できました。はい、両目できました。ほぼ半分死にました。まだ半分残っている。半分で収まってよかったね。そうね、もう使いたくない。うん、ナイス。冷て
ちょっと、はい、バブミを、あ、バブミ出た、バブミ、バブミを入れていきたいと思いますので、オレンジ、ダイソーで買えるチーク、オレンジ、はい、はい、これを根元にちょっと入れていきます。はい、可愛らしさがね、増しますね。そうですね、うん、堂々と相方を褒めるタイプ ね、すごい可愛らしい、興味ないよね、ね、言い方を可愛らしいとはね、可愛らしいっていう、なかなか先輩なんですけどね、うん、芸人として、うん、そうね、年齢こそ下ですけどね、会社の方で、でも相方の追っかけだからしょうがないよね。そうなんだよね、相方のガチファンだからさ、もうある意味すごいよ、追いかけて、解散がなんか不服そうでしたけど、すっげえ顔してる、うん、もうこれも定期的にすべきなんだけど、山下さんがここにいるわけよ。そうね、ストーカーが中に入り込むまでの道のり、ね、その過程、もともとはね、河合さんと別の芸人がやってたんですよ、ね、結構3人で BT アニメで、ラボって我々もいなかった、松竹芸のアニメ研究会、そうですね、最初は、はい、最初はね、という名前でやってました。前番組みたいな感じ、前番組、うん、おそ松くんがやってたような感じですね、ニュアンスしたら、ね、おそ松さんになるまでの話と、そうだ、ヤマピーは、まあ、もちろんメンバーにというか、そんな理由でなんか収録に現れるようになるんですよね、はい、そうですね、その間にアイブロウペンシル、さっきのダイソーのです、これで眉毛を描いていきま す、 ます、ちょっと強めに優しく描いていきます。強めに優しく、はい、どうぞ急いでゆっくりみたいなね、はい、ヤマピーが勝手にそのお客さんとして、公開収録もその時やってたんですよね、別のところで、そうですね、時にも現れ、はい、呼んでもないのにゲストとかでもなく現れ、毎週見学に来ると、で勝手にコスプレで来るようになり、はい、しょうがなくもう出すしかないかっつって出たりとかするようになってくるんですね、だんだん毎回なんか一つのアニメを取り上げて1時間話すみたいな内容をやってたんですよね、 その当時そのアニメのコスプレを勝手にしてきくるもんだからしょうがなく出すかって、当時担当してたスタッフのね、はい、社員の方がもうしょうがねえなっつって出して、あの時は結構キレてたな、それがもう3ヶ月4ヶ月ぐらい、結構長く、うん、結構長いことつきまとわれたね、すごいストーカー被害に遭ってて、うん、でもしょうがねえと、弟子にしてくださいみたいにノリだよね、でだんだん入るわけだよね、そんな中ヤマピーどうする、今日も出るかで何も喋らず、松竹芸のアニメ研究会の時はもうずっとほぼお客さん、たまに出してあげるっていう感じでいて、社員の方が抜けたんですよね、そうしたらその機材の用意とかがその社員の方がいなくなるとできないと、事務所のものを使ってたんで、技術班が一気に抜けちゃったから、もう存続の危機ですよ、運営のスタッフがいないと、どうしよう、どっちでもいいよって、自分たちでやるなら続けてもいいし、もうここでやめてもいいよみたいな、でもせっかく始めたもんだったもんね、続けたいけれどどうしようってなるんですね、うん、カメラとか編集ができる人がいない、そんな時に満を持してヤマピーがカメラ一式持って僕機材持ってますよ、へへへ用意しましたぐらいのメニューだったら編集できますよ、それたまたま持ってたのか買ったのか、どっち買った買ったぜ、寄せてきたんだよ、入るあれ僕持ってるのよかったら編集しますよ、買いましたってこんなこの層はでかいよね、そう、こうやって入れざるを得なくなる、そうね、じゃあ加入するしか、山下これにより山下加入4人体制になり、そして、そのもう2人いた別のコンビが芸人を辞めたんですね、うん、もう芸人辞めるってなるから、もうじゃあもう辞めるのはしょうがない、はい、だからヤマピーと河合さん2人でそのユニットをやるということになるわけですね、うん、当時は、ね、我々がこれの根拠を延々と見せられるっていう、コスプレメイクの動画を収録したりするのが、うん、なんか河合さんなかなか厳しかったようで、しかも場所がなくて事務所の廊下、うん、やってたの事務所の廊下、社員の人とかが横通るんだよね、暖房も冷房もね廊下廊下本当はやっちゃダメだろっていう、1月とか2月だったからね、そう好きに、これと松井くんに LINE が来るんだよね、助けてくださいって、救命以来よね、っつって俺らどういったことでしょうと言ったらこういうのやってて、そうそう、山下の2人はきちいっすよちょっと厳しいですと、厳しいです、おしゃべりしたりとかね、ましてや当時の山下さん別メニューやっぱきつかったから眉毛コーティングですね、山下さんは眉毛コーティングします、今大丈夫、 YouTuber の真似してたから、うん、ちょっとあの顔がバカにしてるなとは思ったんで、おそらくそうだろうなと思いましたドヤ顔、顔で伝わる悪意、その顔で化粧できるわけねえだろっていうね、やってっからな、でまあ僕らはその救援という形で、そう、ね、助けに行く形で入ったんですよ、ね、
て4人だった保護だよ、河合さんの保護だよ、ね、そうだからこの後が身の危険も感じるとガチファンにストーカーされて中に潜入されてしまって2人きりになってしまったので助けてください、それきついよね、うん、中に潜入されてしまってそうそうそう助けてマムレス警察に呼びますねどうぞって感じでしょあと一歩のところで、なんとか。でもそれでどんどんその怖さに慣れてしまったがゆえに、河合さんがここら辺からちょっと怒り出すんだよな、うん。そういうとこあるから。洗脳されちゃう。河合さん洗脳癖あるから。洗脳され癖がね。だから山下なんかもずっと一緒にいることにより、で一人でまあ芸人続けてたけど、そう。コンビはしたか、本当は組みたかったんだよね。ね誰か探してたね。女の子を探してた。ちょうどいいブスと組みたかった。そうちょうどいいブスの女の子がいいなって言ってたね、うん、でそれを聞いてました、ちょうどいいブスの女の子にだんだん近寄ってきたっていう髪が伸びてほほ河合さんはちょうどいいブスを探してるようでって上々に髪が俺らそれを間近に見せたから怖かったよな1、2年かけてホラー見てるようなドキュメントのすごい歴史だね。で結果オメガエからちょうどいいブスの女のような体になったからヤマピはヤマピでコンビを解散し別で組んでたんだよね、もともとはいはいはい、はい、したらもう組むのかなって松井くんと二人で見てたんだよ、あれ組むかなどうかなと思う、俺は組む方にかけるぜ、うん、もう相乗りような感じで見てたもんね俺は組む方にかけるぜってどっちも組む方にかけたんでまるで賭けにならなかったんですけどそうなんだどうなんだろうと思ったら結果組みましたね、うん、しかもバッタモンに加入っていう気持ち悪い感じを取り新コンビじゃなくね、バッタモンから脱退と加入を繰り返したっていうね、そうそうそう2期メンバーですからね、うん、それで今の山下がいると、そうそう、はい、はい、キャンドゥで売ってるマンゴーオレンジっていう、おお美味しそう、このペンのシリーズがどんどん増えてくる、これすごい色がはっきり出るんですよね、ね、これでさっき眉毛描いたところをちょっと上からなぞりました、はい、で色をのせました、色いいっすね、ね、うん、綺麗でオレンジにして、うん、あとここの眉毛のところにちょっと茶色でなんかラインを描きました、うんうんうん、アニメみたいな、はい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 アニメによくある、うん、それを山下さんのストーカー話に乗せてやっていました、うん、はい、なってましたね、のでノーズシャドウを入れたいと思います、はい、なぜか開けにくいアイシャドウがどこかに行ってしまったのでほんとになかったんだね、先週ないって話をして、ね、うん、どっか行っちゃった、おろおろ山下さん早く返してあげてください、業務連絡です、はい、性癖だはい、はい、これはキャンドゥで買えるやつです、はい、これちょっと濃いんだけど薄くして塗っていきます、線を入れました、はい、ので唇の色を消していきたいと思います、はい、お待ちかねですよ、キャンドゥで売ってるフィクションカラーリップの伸びないリップです、そんな名前ではないんですよ、ないんですよ、結果としてちょっと伸びないから指で伸ばすことになるやつです、うん、ないよりはマシっていう、ないよりはマシ、色がちゃんとしてる、100均ではベストワン、うん、つけまつげ結局つけました、お、はい、そして下まつげもお好みのマスカラで塗ってください、はいはい、お好みのマスカラで塗ってください、あ、すごい、うん、嘘は言わない、お好みのマスカラで塗ってください、聞かないでおこうな、二度どころか三度四度言いましたよ、というわけで完成です、ウェイ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 、これです、はい、ウィッグは今日は元はこちらのウィッグですね、はい、こちらのウィッグをこっちに加工しました、結構切りましたかね今回は、うん、ってことでもない、そう、でもこの下の方ぐらいかな、そう、ね、襟足と後ろちょっと、ま、丸めっていうかちょっと切って、はい、はいはい、だからそんなに切る分には楽かなっていう感じで、まあ、一番前髪のことです、そんなにボリュームなくて、そうですね、前髪を分け目をっていう状態、そうで、まあ普通に前髪カットした後にちょっとパッツンに切るっていう、ところどころまっすぐなんだよね、そうなんだよね、超分かりづらい不思議な髪型で、この辺もなんかエアリーな感じがあるからちょっと、はい、ふんわりしてる、ちょっとねじりました、ねじりました、そうね、触覚みたいなのもなんかあるんだかないんだかはっきりしないけどありそうだったからつけました、かぶります、お願いします、でも比較的その量も少ないからすごい加工しやすいと思います、さすがメープルさんのウィッグはいいですね、そうなの、ありがたいですね、長かった長かった、着るか
思ったよりちょっと長かった。お母さん。あ、お母さん。お母さん、お呼びです。お母さん。じゃあお母さんです。拍手。お母さん。お母さん。どうぞ、お母さん。店長。あ、すみません、店長です。ちょっと長いと。かったです。目隠れちゃってる。お願いします。ダメなタラちゃんと長かったです。楽しい時間だよ。スクープも絵本は見てください。そんな、ね、そんな美容室みたいに捨てていいんですか。大丈夫です。シャッシャッ、本当だ、床に行った美容室みたいだよ。床だ、床だ。ちょっとこれ山下さんに悪影響だな。山下さん家で髪ベッてやられたら嫌でしょ。嫌だね。はい、お母さん美容室みたい。かわいさん美容室でこんな感じなんだなっていうのも含めて、ね、無邪気ですね。ただし、うん、美容室だともっと喋りません。喋らないタイプです。これだいぶ社交的な方ですね。じゃあ、うん、はい、お、どうでしょうか。どうでしょうか。変わりました。ちょうどよくなった。ありがとうございます。ありがとうございます。髪切ってもらった。カリスマですよ。カリスマいるからさ。そうですね。実際ここはそのウィッグのセットも教えていただく場所でもありますからね。そうですね。レンタルスペースとして500円で、はい、500円で借りれるし、はい、教えてくれるのを特化した日は教えてくれる。はい、はい、というわけで完成です。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。あ、かわいさんを忘れてるなんか。